ジョン・ブローニング、ジョン・モーゼス・ブローニング、ジョン・モーゼス・ブローニング、1855年1月23日から1926年11月26日は、アメリカ合衆国の銃器設計家である。本来、名字、ブローニングの発音は、ブラウニングに近いが、慣例的に、ブローニングと表記される。本校でもそれに倣い、以降は、ブローニングで統一する。 ジョン・ブローニングは1855年にアメリカ・ユタ州のオグデンで生まれる。父親も同じく従議士であるジョナサン・ブローニング。モルモン教徒であったジョナサンには妻が二人存在し、そのためかジョンの周りの兄弟は異母兄弟五人を含め非常に多かった。ジョナサンは商売も繁盛していたほか、一時は地方繁事にも選ばれるほどの人物だった。直系では彼の他に、 弟が五人存在したが、その中で長男のジョンは、父ジョナさんの重宝店を手伝うようになっていた。兄弟の中では一番器用であったとされ、18歳の、時には、銃の修理など父親の仕事を手伝うようになり、その他にも手作りで作った革靴が、オグデンで評判になるなどした。その後、父親の重宝店を引き継いだジョンは24歳の、 時には自らレバーアクション式単発ライフルを開発し1879年10月7日付で特許を取得している。1879年にジョンは生涯の妻となるエイチルと結婚。しかしこの年に父親のジョナサンがこの世を去ってしまう。社長で一家の大黒柱でもあった父を失ったことでブローニング兄弟たちはその後のの経営方針を話し合いをした結果、 弟のマシューの提案により成形は、銃の修理に限定、それに並行して、ジョンの開発した、レバーアクションライフルを販売しようという内容で合意することとなった。3年後、ジョンら兄弟たちはジョン自ら開発した、レバーアクション式ライフルの販売オーグレンを中心に始めた。このライフル銃は当時それなりに高評価を得ることとなった。この銃に注目したのが当時、 重機販売で有名であった、ウィンチェスター社のセールスマン、アンドリュー・アクアウスランドであった。このユニークなライフル銃に注目したアンドリューは、社長であったトーマス・ジー・ベネットに対しこのライフル銃を郵送した。ベネット自身もこの銃に大変関心し、当時ウィンチェスター社があったコネティカット州ハートフォードから、大陸横断鉄道に乗り自らジョン・ブローニングに会いに行った。その後ベネットは、 ジョンとの交渉の結果、この単発ライフルの在庫品と特許を8000ドルでの買い取りに成功し、その後ウィンチェスター社ではレバーアクションライフルの製造を開始した。これが1885年に登場するウィンチェスター M1885 である。ウィンチェスター社との交渉の末、特許の売却により大金を得たジョンら兄弟たちはオグデンに新たに2階建ての建物を 買い取り百8 8 3年にブローニング兄弟紹介の名称で銃砲店を設立した。店内での営業は銃器販売を主として銃の調整から修理、さらに釣り具も販売されていた。自らの店を持ったジョンたちはその後店での役割人事を決めることとなった。その結果ジョンは銃の設計開発に専念し、マシューが店舗の経営管理、 その他の兄弟たちはそれまで販売してきた銃の収めや製造を行うことで合意し、店の経営もそれなりに順調に進めることができた。その後ジョンは新たにレバーアクションライフルを開発し特許を取得している。外見上は、ウィンチェスター社が製造したウィンチェスター M73 とそっくりなものだが、内部構造が2つのロッキングブックを使用し、 ボルトを閉鎖するといった M73 に比べて頑丈で故障の少ない設計になっていた。さらに弾薬はそれまで単発式ライフルで使用していた45から90弾を使用することが可能で、後の改良型では50110300弾、0.50インチ口径、といった大口径弾を使用できた。この新型ライフルもウィンチェスター社はブローニングから5万ドルで買い取り、 として販売されるようになった。この M1886 は1886年から1932年までの間に総製造数約16万丁製造されることとなり、ウィンチェスターでは空前のヒット商品となった。M1886 の製造権をウィンチェスター社に売り込んだ1884年にジョンとマシューはベネットからの招待を受け、ユタ州から コネティカット州のウィンチェスター本社に向かうこととなった。そこでベネットから新たにレバーアクション式のショットガン製造の話を持ちかけられる。その答えにジョンとマシューは2年以内にはできると答え、研究を開始し、8ヶ月後の1885年の6月に特許申請を行い、ウィンチェスターに売り込んだ。これが世界初のレバーアクションショットガンであるである。 同じくしてジョンはショットガンの機関にはレバーアクションとは違う別の作動方式が向くと考えていた。そこで1890年に新たに彼が考え出した機関部が後のショットガンの機関部として有名なるポンプアクション方式である。ポンプアクションとはショットガンの重心に取り付けられた相談器をスライドさせ、それをまた戻すことで射撃姿勢を維持したまま弾薬装填と ハイサヤを同時に浮気孔である。このポンプアクション機構を取り入れ激鉄を露出させた u 系等型オープンハンマーショットガンを開発している。この銃はその後ウィンチェスター M1893 として世に売り出された。M1893 は改良されウィンチェスター M1897 としてアメリカを中心に大々的に売られることとなった。 M1897 は、その後ウィンチェスター社の従技士であるトーマス・ C ・ジョンソンによりさらに改良が加えられ、1912年にウィンチェスター M1912 として1943年まで製造されることとなった。ポンプアクション機構の開発に成功したジョンは、ウィンチェスターに対しこの機構の買い取りを要求するが、ウィンチェスター社では、 レバーアクション式の銃器が非常に利益を得ていたことから、ベネトは引き続き、ジョンに対し、レバーアクションのライフル銃の設計を依頼した。条件として、大口径ではなく、それまで製造してきた M73 の外見をそのまま使用し、もっと近代的で様々な光景の弾薬が撃てる、民間ライフル銃を設計してほしいと依頼してきたので、ある。 さらにベネットは3ヶ月以内に完成したら1万ドル、2ヶ月以内なら1万5千ドル支払うと持ちかけている。この答えにジョンは30日以内に作るからその時は2万ドル欲しい。そしてもし1日でも開発が遅れれば1000ともいらないと答えた。実際にジョンはこの約束を見事達成し、このライフル銃は後に西部劇などでよく登場する。 ウィンチェスター M92 として販売され、その後このライフル銃は実に100万丁も売れ、ウィンチェスター社交利益をもたらした。ショットガン開発を進める中、ジョンはショットガンの射撃時に発生するガスの余剰エネルギーに注目し、これを時短の装填に利用できないかと試案した。そこでジョンはレバーアクションライフルの銃口に余分な発射ガスが漏れないようにキャップを取り付け、 研究を開始した。そしてキャップの中央に弾丸が通る穴を開け、キャップの下部には銃のレバーと連動するように連結用の金属棒を取り付けられた。これにより射撃時に起こる発射ガスがキャップに連動し、連結棒から自動的に銃のレバー部分に連動し、時段を装填する仕組みである。この試作銃は動作に成功したが、セミオートマチックでの射撃のみで球弾の問題も、 怒ってしまった。そこで球団の問題の解決に、ジョンが注目したのが、カウボーイたちが身につけていた、ガンベルトである。横一列に並べられた弾丸に注目したジョンは、自ら弾薬を並べられるように団体を作成し、これを銃の機関部に装填することにより、連続して射撃が行える、いわゆる機関銃の開発に成功するのである。その後金属製の団体をも作成し、 ジョンとマシューはこの機関銃が軍事目的に使用されることを望んだことから、それまで売り込みを行っていたウィンチェスター社ではなく、軍用銃器メーカーとして当時有名であったコルト社にこの試作機関銃の売り込みを行った。この機関銃にコルト社が興味を示したことから、ジョンとマシューは1893から1895年の間に何度も、 大陸を横断しコルト社の本社を訪問し、その間に、この試作銃の設計変更や作動方式などの改良を何も言った。そして1895年に 6mm 口径の弾薬を利用したコルトブローニング M1895 銃機関銃として販売されることとなった。この機関銃には、現在のマシンガンの多くで使用されている、球団気候ガスオペレーション式が使用され、 それまで機関銃の機構として用いられてきた手回し式のガトリング銃を完全に過去のものとしたのである。またこの時期、ジョンは機関銃で開発に成功しているガスオペレーション式機構を拳銃にも使用し、それまでのリボルバー式拳銃の自動式化にも成功し、1897年の8月に特許を取得。コルト社はこの自動式拳銃の製造権を買い取り生産を開始している。 一方、ガスオペレーションで拳銃弾を射撃した場合、反動が大きいことから拳銃弾ではガスオペレーション式には向かないことが発覚する。そこで新たに射撃の際に内部のボルト部分を一瞬遅らせ連動させるパラレルローラーロッキング式、ローテーティングバレル式と呼ばれる機構を考案し、特許を得ている。1900年にはこのうちの一つ、パラレルローラーロッキング式を使用した拳銃の 開発に成功し1896年に特許、を取得、製造権を買い取ったコルト社によりコルト M1900 として販売され、M1900 はアメリカ国内で初のオートマチック式拳銃となった。M1900 はその後改良を重ね、バリエーションとしては、後継や安全装置などを変更させた M1902、M1903、M1905、M1908 を開発。 これらはすべてコルト社によって生産、販売されることとな。ジョンが開発した自動式拳銃の噂を聞きつけたベルギーのファブリックナショナル FN は関係者オグデンに派遣するようになった。1897年に当時 FN 社の営業部長であり販売責任者でもあったハート・オーバーグは M1900 に注目し、この銃を FN 社に持ち帰り、 社長に提出した。そしてすでにアメリカ国内で M1900 の製造権を取得していたコルト社に許可を得た後に外観に変更を加えた FN 社製 M1900、FN ブローニング M1900 の販売をヨーロッパで開始した。この FN 社の M1900 は当時ヨーロッパで販売されていた自動式拳銃の中では最も小型で実用性があったことから ベルギー国内では陸軍で正式採用されヨーロッパ各国で大変な売り上げを記録した FN ブローニング M1900 は1910年の生産終了までに実に72万5000兆を生産しこの功績からジョンはベルギー国内の工業生産に大いに貢献したとし当時のベルギー国王であるアルベール一世からレオポルド勲章を得ている ジョンの銃器の自動化はショットガンにも使用されるようになり、それまで使用していたガスオペレーション式とは違う広報圧力を利用したブローバック式を開発し、この機構を取り入れたショットガンの開発に成功している。しかしこの頃からジョン・ブローニングとウィンチェスター社の社長のベネットとの関係は契約金の支払いなどの関係からこじれ、非常に悪化していた。 そして新たにジョンが開発した自動式ショットガンの製造権をベネットが買い取りを拒否したことが決定的となり1882年以降19年間、クタ・ウィンチェスター社との良好な関係に終止符が打たれた。この新型ショットガンはニューヨークのリヨンにあるレミントンアームズ社にも持ち込みを行うが提出直前に レミントン社長であるマーセラルが突然死去してしまったために機械を失ってしまう。そこでジョンはアメリカ国内でも販売を諦め、と、先に自動式拳銃の契約に成功していたベルギーの FN 社でようやく契約に成功する。このショットガンは FN ブローニング自動五連式銃、FN ブラウニング男として生産が開始した。 一方1904年にはレミントン社でも製造を開始し、こちらはレミントン M11 として販売された。FN 社とのつながりが深くなったことからジョンはオグデンからベルギー海 N 社の近くに家族と共に移住し、そこで M1900 の後継として FN ブロニング M1910 を開発した。後に設計、開発した有名なものでは長らく アメリカ軍の正式拳銃であった M1911、1917年にアメリカ軍に正式採用されたブローニング M1918、自動小銃、バーなどがある。これほどのものを開発しながら、ジョンはモルモン教徒らしい寛容さで M1911 やバー、水冷式機関銃の製造権利をたった7万5千ドルで軍に譲り渡した。ある資料によると、 民間企業に売れば軽く1000万ドルは超えたはずであるという。ジョンは1923年に有名な FN ブローニングハイパワー拳銃を設計。そして1925年には遺作となる自動式でない上下二連式ショットガンブローニングスーパーポーズドを設計する。1926年アメリカに戻っていたジョンは設計した。 ショットガンがどう製品化されるのか確認するため、妻と息子のワルを連れて61回目のベルギー旅行に出かけた。1926年11月26日、FN 社の工場を見学した後、ジョンは急に胸の痛みを訴え、直ちに医者が呼ばれたが、その数分後に帰らぬ人となった。ハイパワーもスーパーポーズドも製造されたのは彼の死後で、結局自身がその目で見ることはできなかった。 ジョン・オーゼス・ブローニングは、その生涯で、ピストル、ライフル、ショットガン、マシンガンなど、あらゆる種類の銃を設計し、近代のあらゆる銃に使用されている作動機構を発明した。彼は128の特許を取得し、その中には実用化されなかったものもあるが、世界の軍用銃で、彼の発明に頼らないものは一つもない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。